ます。今日穏やかなね、天気ね、風も少ないし、俺昨日もね、初めこんな感じだったのよ。あ、そうなの。それ途中ポーって。って、それもここね。ここで一人寂しくやってましたけど、今日はね、波もね、まあ多少高いけど大丈夫かな。風はほとんどないね、そんな感じなんでね、今日初ゲット、はい、目指して、よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、今日の、メインはタガヤンでございます。頑張ってください。はい、じゃあやりましょう。タガヤンね、今日はね、なんかえらい気合が入ってますよ。これ旦那様がエギを、自作で、改造したらしいんですよ。うん、すごいですよね。俺はね、まあ相変わらず100円のエギでやろうかと思うんだけど、これ100円のエギ？これ全部100均のエギで、あ、これこのさ、皮をこれとこれは剥いたんだって。で、自分で塗装したんだって。自分で塗装したのこれ。そう、すごいなあ。ね、今日差がつかないようにね、ちょっと僕の方もね、頑張って、100円駅ダイソンのね、改造なしの100円駅で、頑張っていきたいと思います。はい、今ね、タガヤンがね、投入して、誘ってます。はね、まあコツコツね、やってればね、釣れると思うんだけどな。まあいればの話ですけどね。はい、広角でちゃんと探ってますか？ダメじゃん。ちゃんと探ってください。これ映ってるの？あ、映ってる。あ、映ってます。大丈夫。あ、そっか、こっちにしてるから見えない。いや、今日も修行ですね。そう、修行。俺昨日修行したからさ、問題なく、はい、ご心配なく、毎日ここ4回ぐらい修行してんだから俺。修行しかしてないじゃん。そうなのよ。で、お布施はエギ。お布施はエギ2個ぐらい。何も返ってこないじゃん。返ってこない。参っちゃうよ、本当。でも今日言ったからね、今日俺は今日釣れる気がするってさっき言ってたから。いや、この前も言ってますけど。いつも言ってる。うん、じゃないとね、やってらんないからね。うん、でも雰囲気は釣れるけどね、そこあれだけだね、本当に。そんな気はするけどね。うん、まあみんなそうやって思ってきてんのよ。そうそう、うん、そうそう、ね、信じることが大事です。そういうことです。そうです、はい、曲げちゃダメです、はい、折れちゃダメです。毎回負けるけど、折れるけど、3倍するけど。というね、感じでやっておりますよ。はい、もうね、釣りたい、ほんと釣りたい。なにこれ。あ、キラキラ、なんか変な飾りついてる。うん、どうなんだろうな。信じてやらないと、こういうのは。やりました。これですよ、これ。大きいの、何なんだろうね、これ。ゴミ海藻、何なんだろうな。結構ね、これがタコだったらね、でかいよね、重いよね。でもそんなに釣れるわけねえかね。でもまあ、なんていうの、重みを
重み自体はタコの重みと変わらないんでね、要は見えるまでは楽しい。もしかしてタコじゃないかと、まあ、水面上がってきたらね、ああと思うんですけどね。とりあえずね、こういうのが来たらね、心の準備ですよね。重たい、引っ張っても来ると、そんな感じです。高やん、やりました、やりました、高やん、おめでとう、やったね、やっときた、やっときた。あーって重たかったでしょ。そうでしょ、だからいつも俺がびっくりする。急に重くなった、急に重くなるでしょ。で、ゴミかと思うでしょ俺。それがね、それで俺いつも期待してんのよ。おめでとうございます。よかったね、旦那さんの改造、改造駅、ね、だから今日やっぱりいいんだ、いるのはいるんだね。あんた手前だった、おかしいな、俺ヘチ攻めとるんだけどな。ふん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 、おめでとうございます。いやー、僕もね嬉しいんですよ。嬉しいんだけど悔しさもねあるよ、正直。この顔ね、頭にタコ乗っけだろうかと思うぐらいね、嬉しいの、嬉しいんだけどすごい悔しい。だってこういうことさ、ここで近いところでやってるわけじゃない。そんで俺悔しいよ、やっぱりね。ちょっと頑張りたいと思います。あ、言ったな、火つきました、火つきました、頑張ります。今ね、隣の釣り人さんがですね、でかいの、釣ってます。来てる、すごい見てる、これ。グニョーンですよ、グニョーン。お辞儀してる。すごい。なんだろう。さあ、なんでしょう。結構ね、やり取りしますよね。お、お、なんか糸が出てきた。いや、糸かな。なんかついてんのかな。あ、でもこんだけついてると、あ、動いてるよ、動いてる、動いてる。いや、たまらん。あー、A だ、 A だ、 A でした、 A でした。食べる、今だったらもらえるぞ。今日はいいやね、あ、本当。来ましたよ。あ、来た、上がってきた。はい、赤絵でございます。いや、まだ切れてない、大きいですね。ということで、まあ A でしたということですね。高やんさ、釣れたからってさ、あ、飯食ってやがんだよ、あれ。これ見て、これでしょ、飯食ってんだよ、余裕で。俺余裕ないからちょっとやるよ、ほんとね、釣れないと困るもん。これ飯食っとるやれね、参っちゃうよ、ほんと。釣り人多いよね今日、これ。風がね、吹いてまいりましたよ。もうしょうがないですよね。雨もね、結構強くなってきました。ね、農館の死者がね、近寄ってまいりましたよ。まあでもね、そうやって言ってもね、もうちょっとやりますよ。はい、体の限界が来るまでは。やっぱりね、濡れると、その体力の消耗とか、まあ、体温がね持ってかれたらね、本当体力の消耗とね、もうやる気がね失せてきますよね。まあもう少しですよ、やまなかったら。
雨参りましたね。やべえっすよ。カッパ、カッパ、カッパ取ってきてね、やりますよ。粘る。粘る。はい、たかやん、お疲れ様でした。どうでしたか？釣れた。楽しかった。ね、初ですもんね。まあ、今何時ぐらいなった？もう今5時。5時、9時に始めて、5時っていうと8時間、8時間か9時、8時間ね、ずっとやってましたもんね。まあね、お疲れ様でした。まあでもね、今後あれなんとなく分かったようなね気がするんでね、よかったと思います。お疲れ様でした。楽しかったです。イエイ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。入ったよ。これ8時間振り続けてゼロです。チーン、ね、まあでもね、まあ状況、釣れるか釣れないかまあ分かったんで、基本的にはこの釣り場でタコ釣ってる人はいなかったね。で、渋谷に行けば人も、まあ、いなかった。だから高屋ぐらいじゃないかな、今日タコを上げてるんで、はい、まあはっきり言って悔しいです。またリベンジやりに来ますんで。